あ、では、メインストーリーやっていくんですけど、これね、ランク7に上がったかな。わーい。生かしたお宝ハンター団。どうやランクが上がりましたね。おー、お宝評価額アップ。団の加入希望者は明らかに、ほう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 。マイトレジャー置ける数。ほう。さあ次はランク8は1億か ?1 億だね。あと3000万稼がないといけないですね。いろいろゲットしたなぁ。これいくつあるんでしょうね、全部でね。ということでね、裏でね、少しね、レベル上げとかいろいろやってきてね、パーティー変えました。なんとなんと、キラーパンサーをね、偶然、まあ、スカウトもたまたま投げたんですけれども、それでね、スカウトしてからの、仲間にすることができまして、素材集めてね。で、偶然にもね、名前ゲレゲレだったんですよ。ドラクエ5のな。懐かしいですね。そう、ちょっと今回、風切りの草原っていうところをね、抜けなきゃいけないのに、こうね、ゲレゲレの能力だったり、このダッシュ能力が持ってる子たちが大事になってくるみたいなので、ちょっとね、大事に使っていきたいと思います。君な。これ、探索連携、ダッシュね。そう、これ背中に乗ることができて、で、早く移動できるっていうやつですね。さて、じゃあちょっと目的地に向かいたいと思います。では、風切りの草原来ましたね。なんかさ、毒沼がはびこってるみたいなことを言ってたような気がするんですけども、そんなことはなくって感じだね。ただ、モンスターがめっちゃ強いね。ほら、この、名前が赤になってるから相当なレベル差があるんで。あ、ちょっと待って、やばいのいる、やばいのいる、やばいのいる。やばいのいる。逃げろ、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 逃げろ。みんな、逃げて、あとちょっと。この辺が目的地、せやな。でうちのゲレゲレもレベル41ですからね。さあこの辺のはずよ。力技でなんとか。もう脳筋女なんでね、もう、もう無理やり来ました、無理やり。ここ、あ、あった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 、これか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 。普通に宝箱としてあんな。え、ちょ、え?戦闘中?ちょ、お前らいいよ。戦闘いいよ、戦闘。戦闘いいから早く。これ開けようぜ、これ。よし、来た!ガチャリとな。わーい。お、爪の流石普通にゲットしたんだけど。ボス戦はなしか、今回。前回ありましたけれども、ボス戦。爪の流石、爪の形をした不思議な石、敵を引き裂かんとする強い意志を感じる。オッケー。よし、もうここには用はねえ。キメラの翼があるから帰りまーす。ねえ。順調よ。次の場所も、分かってるから。おー、超高額やん。次は雪国のところだ。やんな。はい。流石も鑑定しちゃいましょう。レジェンド。初めて見るお宝だぞ。ほほほ。よし。じゃあ次は、次は、これか、雪隠れの尾ですね。これを探しに行かないといけない。テーニア氷雪島の雲隠れの山が怪しい。そうだ、ということで。いや、今度はここ行ってみるか。あっさり行けるといいけどな。なんかこの辺らしいけど。さあ、どこかな?ないな。お、焚き火があるよ。はい。少し休むか。
うちのパーティーさ、今回復キャラいないんですよね。極楽鳥とかって確か回復持ってましたっけ。この上か、もうちょっとあったわ。よし、待って、そう、こんな感じ、こんな感じ。あ、あれ埋もれてない、ちょっと。あー、かわいい。いでででで、あ、キングスライム強いな。みんな頑張れ、やれやれやれ、キングクラッシュ。オッケー、逃げちゃおう。他にも誰かいる？あ、スライムちゃんたちか。レベル24スライム。ナイス。あれでもこの辺だよね。あ、もうちょっと上行くんだ。はい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 。あ、あ、ちょちょちょ、ここ取れじゃ取れじゃ。お宝ー、金のお宝ね。イエーイ。ちなみにこれではないね。おー、なんか斧かな。経験値うまー。さ、みんなほどほどにしていくわよ。あんまり相手しすぎずに。あ、ちょ、なんか、え、いろんなキャラが埋まってんだけど、大丈夫ですか？君、アイスゴーレムだよね。あっという間や。あ、やった。これ、ダメージ受けないのかな、寒いと。大丈夫？アイスゴーレムさん、あ！あ、ホワイトパンサーここにいるんや。かっこいい。でもな、ゲレゲレいるからな。見た目はすごい好きなんだけど、ホワイトタイガーで。はーい。この辺。ちょっと探しますね。この辺にアイコンがあるので、目的地の。ええー、ね。どこかな。ないな。お宝の気配ほとんど。ああ、キラマシン様だ。探しますねと言いながら、ちょちょちょ、スカートだ、スカートだ。スカート。あった。ほら。見て。キラマシン様。あ、ちょ待って、神がやばい。ちょ待って。回復や。オッケー。キラマシン様来ないか。じゃあどこかな。あれだな。ブッシャー、ブッシャー。え、わかんねえ、なんだこれ。どこや。近いか。すぐ近く言うてますけど。近いか。あ、これもしかして？あるか。あ、来た。やったー。尾の流石ゲットだぜ。流石ラッシュ。やったー。よし、これで、あれ ?3 つ目 ?4 つ目の秘石ゲットですね。この辺りにありました。こう、氷の中にある感じでしたね。さて、じゃあ、帰ろうと思うんだけど、え、キラーマシン様、諦めたくないんだが、私。キラーマシン様。見て見て見て。クイーンスライムとキングスライム、夫婦で寝ていらっしゃる。しょうがない、帰るか。車内はね。じゃあちょっとなけなしのキメラの翼を使って帰ります。ちょっとまたオフでここ来てキラーマシン様仲間にしよう。さあ、
あ、戻りました。だから、イエーイ、綺麗だね。おいくらですかね。これは見たことないな。おお、1200万か。あ、まだランク8いかず。マジ。お宝が見つかりそうね。メインクエスト、ランク4まで。あ、次ランク8か。なるほど。あとおいくらなのかしら。それじゃあ総額。ザクザクです。ザクザクです。あ、あとちょっとだ。え、ちょっと待って、あとちょっとだからお宝集めてくるわ。多分すぐにできるやろう。いい感じですね。総額アップです。1億到達です。おいった、いったいったいった。1億。よーし。で、ベテランお宝ハンター、早いね、ベテランまで上がるの。ランクが上がりましたね。なにこれ、拠点が賑やかになってて、なんだこれ。今度は1億6500万か、はい。ランク8になりました。なんか税の限りを尽くしてないですか？なんかキラッキラしてんだけど。これ狙われるだろ、ますます。他の組織たちに。おー、ゴージャス、ゴージャス。おめでとうございます。おめでとうございます。神谷さんの段がまた大きくなりました。おー。おー、そうです。流域の名居で発掘作業中の親方さんから連絡がありました。地下へと続く階段が見つかったそうです。すぐにそちら行ってみてください。やば！これちょっとね、レベル上げしないとやばいわ。多分すぐに勝てないと思う。この前のボスもだいぶ苦戦したもんな。レベル40ぐらいないときついかも。さらに下にも迷宮が見つかったって一体どこまで続いてるんだブー。きっとお宝も眠ってるはず、行ってみるブー。はい。地下3階。で、また手がかりをゲットするわけですね。あ！あれ、ここでも宝箱が見つかったのね。あ、はい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 。じゃあ先にこっち行った方がいいかな、石板。竜の翼は霧に覆われた夜の山、そこにうごめく幽霊の手に。今度夜か、夜に行けと。これは翼の竜石みたいだブ。山の幽霊が待っててどういうことだろう。ミョーン。行ってみないとわからないわね。夜というのが重要なのかも。霧の山というと、妻岩草原島にあるウィンガー霊山が怪しそう。探してみましょう。はい、じゃあ先にここ行くか。死した王の翼。はい。ん？ブ？あれはなんだブ？ミュミュー。鏡のように見えるけど気になるわね。ちょっと見に行ってみましょう。本当だ、なんか鏡のような目のような、なんだありゃ。まあ、目の形には見えません。なんだこれ、鏡なのか。うへ、なんか汚れてるな。鏡もクソに当てて何も映りそうにないぜ。ミューミュー。怪しいところはないみたいだけど、本当に何なのかしら。ブブ、ただの古い鏡かもしれないね。ほっといて先に進んだ方がいいと思うブ。これでもまずいような気がするんだけど。そうね、そうしましょう。そうするのか。大丈夫、今はまだその時じゃないぜ。行く道に迷った時ここに来よう。あ、なに、え、なあ、なあ兄貴、今何か聞こえなかった？そうだよな、やっぱり兄貴にも聞こえたのか。ミュミュ、どうしたの二人とも、早く行きましょう。まだその時じゃない、まあ、そのうち頼ることになるんでしょうな。じゃあちょっと今回はここまでにしておこうかなと思います。ほう、はい。じゃあ次回はあれ5個目4個目の
流石を取りに行って、でそれからまた迷宮ですね、やっていこうと思います。迷宮のボスどんどん強くなるからな。ちょっとなんか回復キャラでいい子がいたらちょっとその子を調達してこないとまずいな。じゃあお疲れ様でした。